ハローテニスファン、小野田道人です。こんにちは、鈴木孝夫です。こんにちは、杉山愛です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。バックハンドを、はい、ぜひ見せていただきたいです。バックハンドですね。バックハンドですよ。僕らシングルハンドなんで、はい、両手のバックハンドってちょっとまあね、指導が難しい部分があるんですよ。そうですよね。やっぱ得意でしたよね。得意でしたね。もう目つぶって打てんじゃないかっていうぐらい。フォアとバックだったらやっぱバックですよね。バックも断然バック。もうそれはもうあんまサーフェスも関係ない。関係ない。もうバックが調子悪いってあんまりない。なるほど。うん、それはもうクロスもストレートも。まあまあ、もちろん感覚的なところで、ねうん、いい時もあれば悪い時もあるけど、うん、でも比較的安定して良、うん、かったのはバックハンドですね。左手の方が7割ぐらい。そこが止まったら打てないと思う。あ戻ってきた戻ってきた。パワーに負けないパワー打ってるわよ。いやいやスパテニグッズ販売中、詳細は概要欄にて。これをまあ習得すれば世界一になれるということなんだけどね、引退してね、はい、やってないじゃない、バック打てなくなっちゃった。本当にびっくりする。感覚が悪いってこと？それとも、もう股関節がやっぱり私のとってのもう肝だったんだけど、これがもう入らないっていうか、なんだろうねこれね。使えなくなっちゃった。使えなくなっちゃった。使えなくなっちゃったよね、これ使わないと使えなくなるものなんだよ。じゃあそれだけやっぱ意識してやることによって、うん、現役中はちゃんとうまくいってたって。ちゃんともう、だから私は結構トレーニング大好きで、はい、もう本当にこう頭でイメージしてたものをこう体でやるっていうのが結構得意なタイプだったから、かなり追い込みもこの辺も追い込んでやってたからこそ、はいはいはい、多分ナチュラルにできてたところがあるんだけど、まあなんかボールになんか入っていけないのよ。だからちょっとお見せできないんだけど、なかなか。いやでもヘボいの、ヘボいの、ヘボいのいい、ちょっと打ってもらいましょう、はい、ちょっとほんとヘッボいなとか言わないでね。バックお願いします。全然どこが打てないですか。あやっぱ2回練習してきたから。全然違います。ちょっとでもこう全然いいんじゃないですか。あ、いいね。ドンピシャ。これが世界でございます。戻ってきた、戻ってきた。あ、ダメだ。ちょっとね、微調整が。あ、今のいいね。当たり方、全部同じ。同じ。同じ。なんか、フォアもそうだったけど、潰すイメージやっぱ強い。あるある。潰すイメージある。あ、ない？僕、どちらかというと、あいちゃん、もっとタイミングでいってるのかなって、当時思ってたわ。もちろんタイミングも重要だし、やっぱりリアルになってくるとこんなに、まあ、綺麗なボール飛んでこないから、あ、まあ、試合のタイミングじゃね、試合になるともっとこう、うん、パンっていうような感じなんで、理想としてはやっぱりちょっとこう感覚としては潰して、まあ、押すっていうイメージはないんだけど、いやなんかちょっと僕以前見た感じよりも思いのほか力でちゃんと打ってんだなっていうのを今日ちょっと打ってるわよ。いやいや、なんかちょっとそういうなんか日本人がね、世界で戦うにはやっぱタイミングとね、もちろんもちろん、それ、うんうん、そっちが優先されてこう潰すとか力でっていう感覚がなんかちょっと忘れ去られるというか。なるほどね。なんかパワーっていうと大阪選手ぐらいあればパワーだけど、それ以外の日本人はなんか。ないんでしょみたいな感じに思われちゃう。だがおいいこと、いい振り、いい振り。いやいや、そんな。あのね、本当にやっぱりじゃあ日本人が世界で戦うってなった時に、はい、パワーではやっぱり上回ろうっていうアイデアは、はいはい、多分上回るのはね、うん、厳しいと思うね、はい、大阪選手はやっぱりちょっと格別だから、はい、パワーでガンっていけるけど、だから私はパワーに負けないパワーを備えるっていうことはとっても必要だと思うから、はい、最低限のそのパワーっていうのは、はい、必要なんだけど、うん、でもやっぱりタイミングだったり、はい、相手から時間を奪うだったり、うん、展開力だったり、はい、まあ、要はやっぱり頭で勝負していかないと、状況状況の判断、うん、これは今攻めるべきなのかニュートラルに戻すべきなのか、うん、守るべきなのかとかを、うん、その本当に考えてる時間ないけど、うん、自然にこれが判断できるっていう力がとっても重要だと思うのね、うん、ただ状況状況でこのボールをいかに打つかっていうのを、だからぼーっと打つだけだと上達しないから、ジュニアもただ普通の反面のラリーでも
チャンスあればもうチャンスっていう感じでメリハリつけて練習してもらいたいなとは思うんですけど、ちなみにグリップは、右が左が、うん、やっぱりどちらかというとさっきのフォアと近い、真上に近い感覚で、こうで私ね、やっぱりバックの、うん、あの左手の方が7割ぐらい。お、それ聞きたかった。はい、うん、で感覚が7-3。7-3、うん、でこれはあの上から、まあ、ボレーとかとほぼほぼ近いグリップで同じかな。サーブとボレーと一緒な。左手で操作してるんですか。左手で感覚があるかもしれない。あ、そうですか。うん、この感覚。5-5じゃないんだ。5-5じゃない。7、じゃあほぼ7。5-5の時にちょっと外側に行きにくいんだよね、クロスコートに。この左手の。こっちで回すからか。うん、だからやっぱり畳む。この、こう伸ばしてこういかないで。畳む。なんかもう教え方としてはこう伸ばしていくっていうのがなんか一般的な感じがしますけど、まあ、バーンってこうこのアークは多分ある程度必要で、うん、点で捉えるというよりは線のイメージは、うんうん、フォアもバックも一緒で、あの点でバーンっていくよりはこうグッとこのラインの中にインパクトを入れる方が多分安定感はあると思うんですけど、ここでこういつまでも押すよりも畳んで、これもやっぱり縦ガットでしっかりと潰していく。なんかあのテイクバックは上からじゃないんだよね。あ、テイクバック結構まっすぐ、ストレート。まっすぐ、まっすぐが、ね、見てると若干下から。そう、下なんだ。見える。あ、そうだね。下だね。下だね。こういうイメージ。こうでこうだね。こうでこうだね。こうじゃないです。こうじゃないです。男子やっぱみんなこうなんですけどね。まあ打てるけどね、何でも。でもテイクバックをこう、でも速さを求めると、うん、まあ、そうだね。こうはやっぱ手だよね、うん、手でいってるよね、これ。うん、でパッていったらこう、まっすぐ。なんかすごいなと思うのは、準備してからでも動けるっていうのが、僕逆にすごい。あ、がっつり引いちゃうと動きにくいよね、やっぱりね。でもここだけ入れれば、ここだけ入れたら動けない。ここだけ入れるんだったら。で私は結構悪い時にこっちばっかり入っちゃうから、うん、あえてこっちをしっかり入れてこうやるイメージは常に持ってましたね。こっちでこうなるともうパワーこれしかもないじゃん、うん、だからやっぱ足からの力を常に使いたかったからこう入って、だって足が止まってるとこは見たことないでしょ。あのね、まあ、だって今でさえさっきウォーミングアップしてる時皆さんもうすごいこのフットワークがあの、ね、まだやるかっていうぐらいのすごさ、ね、ショートテニスからもこの、ね、フットワークがすごい。いや、そこはやっぱ見習わなきゃいけないですよ、うん、違うの違うの。そんなにさっきすごいアップしてなかったですよ。でもそれでもなんかもう癖で肩がこうじゃないと打てませんみたいな。そう、私多分ここが止まったら打てないと思う。あ、それいいことだと思いますよ。ここでこうもうリズムを取って、うん、いやそれはもう絶対ですよ。いかないと。じゃあもうあれじゃないですか、例えばジュニアと練習してる時も一番動いてんじゃない。そう、多分一番動いてる、ね、うん、あのリズム一番汗かいてるし、すごい汗かきだよね。そう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 、俺昔私さすごい汗かくのよ、ね、すっごい動いてるもん。本当すごい汗かきだけど、だからまあ本当に足からのパワーは使いたかったからこそ、うんうん、もう本当細かくだし、うん、このボールの入りっていうのは意識して、うん、意識してやってましたね。でもあんまりオープンでは打てなかったね、はい、力が なんかあんまりなくて。セレナとかビーナスとかこうだったじゃないですか、うん、オープンスタンス。僕らみたいなこういう動きってちょっと衝撃的で、こうやって待ってるから、これって最初見た時2000年の時 にいいのかなって思った。それ思った。でもやっぱ私もやってみても力が入らない。あ、そう、何回かこう練習してここ、まあ、ここの深いところパパーンってこう、はい、こういうのはあるけど、うん、間に合わない時はね。でも時間あんならこう行きたいよね。だって時間あってもこうやってたりしたもんね、セレナさん。なんでこうなっちゃってるのかなと思ったんですけど、それでもチャンピオンだからすごいやり方だなと思ったんですけど。あれはどうですか、このフォアに比べてバックの方がタイミング的には早く取りやすかったですか。もう得意感としては、なんかこうバックの方が、うん、ワンユニットというか塊だからこそ自由が効かないから、もうここっていうなんだイメージがしやすい。だからそこに入っていくっていう意味では入りやすかったかもしれない。なんかバックの方がフォアに比べてすごいタイミングをタッターンと捉えられてるなっていう印象は強い。もしかしたら入りやすかったかもしれない。打点はやっぱ前ですか、フォアも一緒で。
どういう感じなんですか。まあ多分こっちのフォアっていうところもあると思うので、両手あ片手の人よりもちょっと後ろだと思う。ちょっと後ろ、うん。やっぱりここですかね。うん、左手って打つときってこう伸びてるんですか。ちょっと伸びてない。ちょっと写真の時は曲がってましたね、なんかインパクトが。写真の時ってこういう風なのはない、ない、うん、やっぱりこうこっちの方が力入るよね。こうやって当たって、うん、これはありでしょ。ありありあり、うん、こっからバーンっていうのはもちろんあり、うんうん、よくこうやってなんかもう前出せってこう左手が前なのはいいんですけど、こう伸びきっちゃってる人もいて、うん、こうなる人もいるし、うん、なんか振り遅れちゃう人もいて、まあ、こっちのグリップとかにもよるだろうな、ね、ちょっと厚めに、ね、厚めっていうか薄めではないから、うんうん、例えば薄く握ってたらある程度こうね、あのなんかこう伸びてる人もいるかもしれないし、うん、ライナーシュトラーみたいな懐かしい名前出てきた。懐かしの分かるかな。分かんない、ごめん、分かんない。シュトラー分かったら大した分かんないか、ごめん。マイナーでしちゃった。でもマイナーでもないんだけど、ね、あのグランドさんも準優勝してますから。そうバック系の、はい、なんかこういう練習方法みたいなのって、ね、まあ、特に私は左が、7-3ぐらいな、はい、8人まで行くと行き過ぎちゃうんだけど、うん、6、4回やっぱり 7-3 ぐらいがいいんじゃないかなっていうふうに思うので、うん、調子悪くなると左のフォアハンド今打てます、うん、ちょっとやってみる。ダメだったらごめんね。あ、でも綺麗に打ってますね。ああ、うん、こんな感じで、まあ、もちろん力強くはないんだけど、うん、感覚としてこういう感じね。うわ、うまい。そうそう、ぶれないね。これぐらいこう感覚として、フォアとテイクバック一緒一緒。ちょっと下、それもすごいね。若干下に行く、下目というか。いや、でもあんな綺麗に打てない、ね、うん、でもこれに右手がねつけばノンバックハンドに、そうすると結構感覚がより出てくるというか、こっちよりもやっぱりこっちの感覚でやってるので、左手のドリルで多分視聴者の方は向こうからの球回しできないから、うん、ここから球回ししてもらって、うん、全然こうやって打つ感覚の方がやっぱりいいわけですね、はいはいはい、そうすると結構こうバック苦手な方でも感覚出てくるかもしれない、うん、もうちょっとこっちのフォアを意識されると、うん、やっぱりこっちって難しいじゃない、うん、まあ2人とも片手だから、まあ、僕は昔は両手だったんですけど、なんけど難しいですね、うん、全然別物だと思うの、やっぱ片手のこの感覚と両手って、うんうんうん、どうしてもこっちの感覚は強いんじゃないかなと思って。ちなみにスライスはどうしてるんですか。スライスは完全にもう片手ですね。片手ですね。スライス使います。スライスたまに使う。あんまり印象ないよね。ちょっとお願いします。ちょっと何球かできるか分かんないけど。あ、懐かしい。あ、ごめん、まあ、今は打ってないからね。でも両手ならではのスライス、うん、いやでもあのいわゆるスローと思ってるから片手だよね。片手、ね、うん、うん、あのボレーと似た感じで、ちょっともうちょっと、うん、ごめん、あんまダメだ、ラケットがちゃんと真ん中当たらない、うん、あー、OK、いやでもね、ここを持ってこうやる方も結構多い。そうですね、何回かそういうのもトライしてみたんだけど、そうすると結構左肩がこう前に来ちゃうと体がこう開いちゃうので、なんか弱くなっちゃうし浮いちゃったりするので、あのやっぱりスライスはボレーと似たような感じで、こっちはなんとなく残したいっていうのは。若い時からずっと、若い時はスライスなんか習わなかったよね。習ったです。なんか多分ジュニア時代なんかはスライスなんとかした、習ってない、いや、スライスするのがなんか横着だみたいな感覚ありましたね。横着、なんかスライスで逃げてるみたいなイメージが。逃げてる、逃げる専門。なんか逃げてるって思われるの嫌だから前でしたわ。でもなんか遠いボールをスライスで返すと怒られてたりとかしたから、うん、フラットで打ちなさいってこうやって多分やってたじゃないですか。多分なんかあんまりこうすごく細かくは教えてもらってないっていうのが。じゃあプロになってから、プロになってからスライスは結構必要に駆られてというか、やっぱりどうしたってスライスは使うし必要だから、プロになって結構練習して、でもあのボレーがやっぱりちょっと似た感覚で、こうボールを外側から捉える、それこそもう本当に縦カットで逆にこう
潰すイメージはこうあるので、下に入れるというよりはどちらかというとボールの外側を捉えるっていう感覚。ありがたい、そう言っていただけるとね。なんで？いやいや、そのね、僕らはね、こっちを、はい、そう、このいわゆるこのね、背屈と言われる、はいはい、その手首の角度をしっかり保ってしまうと、あのボレーとスライスはやっぱり、負けこうね、どうしても手首が折れちゃうようなのはダメですよっていう。グリップでちょっとね、こうやって薄く持ってる人はこうなりやすいし、うんうん、ちゃんと背屈できるような厚いグリップでちょっと握ってる人は上から落ちやすい、うん、あ、ここのコックはもう絶対だね、絶対だね、うん、じゃないと力が伝わらないと思うので、うん、それは絶対に必要だな。皆さん絶対です、絶対です。ちょっとほっとして、うん、違いますとか言われたらどうしよう。いや違いますとは言えないでしょ。そりゃもちろん、はい、ね、こうもちろんグリップのところからテイクバックもしましたけど、はい、やっぱそのバックハンドの、まあ、バックハンドだ、ね、ストロークはもちろんこのクロスコートの特にシングルスは大事じゃないですか、うん、大事。バックのクロスで主導権に入れればストレートも別に厳しいところ狙わなくていいし、はい、うん、フォアが得意だったらバックのクロスからフォアで回り込めば、ね、うんうん、いいし、ネットにも出れるチャンスが来ると思うんでね、うん、このちょっとアイちゃんのバックをぜひマスターしてほしいなと思います、はい、お願いします、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。チームスタテリのメンバーになりませんか？僕たちの特別レッスンを配信中です。僕らの経験と知識が詰まったワンランク上のレッスンをお届けしています。まずは無料トライアルでぜひ体験してみてください。一緒にテニスをしましょう。